はい、それでは今日は台風です。今8月15日、8月15日、16日、今日は8月16日の夜、昼12時50分ぐらいです。千葉県の太平洋側に今台風が登ってきてるっていうことで、コメントとかメールとかでみんな心配いただいているんですけど、こっちに台風が向かってくるとどうしても台風、2019年5年ぐらい前の台風15号を思い出すんですけど、あの時は台風が東京湾から千葉市の方にこう来て、ちょうど房総半島が台風の右側に入ったので南風がすごくて、結構な千葉被害を受けました。で、今回は太平洋側なので、こう台風が回ったとして北風、向こうが北なんですけど、雲が北から南へ吹いてる。まだ今12時50分、16日の12時50分なんですけど、まだまあ一時的に雨がすごく降ってたりはするんですけど、今はまだ小康状態。これから多分来るんだと思うんで、音質は、飛びそうなものとかはもう全部閉まって、ある程度万全の体制、音質とかハウスはもう開けっぱなしです。でちょうどスイカとかが終わって全部作物がないので再度開けっぱなし、風をそのまま流す。多分その方が破れるリスクが少ないので、そういう対策をしてあります。で、一番心配なのがこれ、シャインマスカット。9房あってもうそこそこになってるんですよ。もうそろそろもげるかなってぐらい、ほらなってるんですけど、まだちょっと早い。もうちょっと充実させなければならないんだけど、食べようと思えばちょっとは食べられるんだよな。まだ甘酸っぱいような状態なんだけど、でもまだちょっと早いので、もぎたくはないんだけど、風で飛ばされて落ちたりしたら嫌だなと思ってるんですけど、まあ北風ということで、こっちが北で、こういつも糖度測定とかする小屋がここにあって、ちょうど風を遮ってくれるので、なんとか耐えてくれるのを期待して、このままシャインマスカットこのままにしたいと思います。ブドウはね、台風の経験をしたことがないから、こういう時にどうしたらいいかわからない。まあだからしょうがない、このまんま。まあ台風は嫌なんだけど、いい塩梅に太平洋側なので、房総半島の、太平洋側なので北風で来てくれるから、ちょうど防御、小屋が防御してくれてるので大丈夫なんじゃないかなと期待して、います。まだ早いので、それで、あとはそうだな、まあ南風になるようなことは多分ないと思うから、もうこのまま、まだ窓とかは、温室の窓とかはまだ開いてる。これは自動にしてあって、雨が強ければ勝手に閉まっていくし、ある程度の風が吹いたら閉まるようには設定してあるので、これは大丈夫だと思います。ただ、停電とかになるとやばい。まあだから、万全の体制で、僕もすぐ面倒を見れるようにして、対策はしていきたいと思います。あと本当農業で台風が一番嫌だな。まだしかも8月の16日だから、これから台風時期になる。まあ9月いっぱいは安心はできないので、今回はまあ太平洋側で北風だから、まあそれでもちょっとはいい方なんだけど、やっぱりこう東京湾とかこっちに内陸部に来られるとすごく効くので、はい、用心していきます。皆さんも台風用心してください。はい、今日これちょっと上げます。
多分大丈夫だと思います。そして明日もまたなんか動画を上げてみたいと思うので、いつもご視聴ご心配ありがとうございます。以上です。